島津元久は、南北朝時代から、室町時代の武将、守護大名、大隅、日向、薩摩守護。島津氏第七代当主。島津氏六代当主。島津氏治久の着難で、母は、伊従院忠国の娘。久し豊の二位。小に、中、大森国。四徳四年、元中四年の父の死により、欧州家を継ぐ。明徳四年、従兄の総州家当主。 島津コレヒサ、森ヒサフの仲介役をしたことで、コレヒサから薩摩守護職と島津市家法、さらに、領地の川辺軍を譲られた。また、日向省内の支配を図って佐賀前、大と衝突、大英元年に佐賀前、大と連携した九州丹大、今川両春の四男を雑期定権に、北郷久秀を討ち取られたが、前、大の戦士と両春の九州丹大解任で、 将来の支配が確定した。その後も、両党付は協力して、両春に協力していた国人の入来因士ら渋谷後、死を平定し、大英四年には、これ久の次男、忠友と言及の異母帝、久し豊が、宗州家、欧州家の名代として、非全国で、新しい九州短大、渋川光よりと会談して、関係を改善するなど、協調関係が続いた。 しかし、王永七年、元球は、養子としていた、コレヒサ三男の旧将と、コレヒサ一族である夫人とを突然に離縁し、さらに薩摩に、清水城を作ったことにより、総州家と不仲になった。新名和人は本来欧州家の家徳を継ぐべき、元球の嫡男が、王永二年に出家させられて、元球の母方の叔父である、赤奥信領の門弟とされて、後に修行名目で、 関東に送られている不自然さと後に擁立された後継者が、移住院家出身の初見地を丸であったことを挙げて、移住院氏による工作があった可能性を指摘している。欧恵八年、渋谷5市の内鶴田氏を除く四市がこれ久に味方した、ため、欧州家、総州家は絶縁状態になり、同年の鶴田合戦で研究側が破れると、鶴田氏と共に、 ひしかりに逃亡するなどしたが、伊住院来休、伊作久吉の支援で、薩摩半島掌握に成功する。また、か山氏や新納氏も日向進出を認めてもらう代わりに、減給支援に動いたが、伊母帝の久と豊とは、久と豊が、か山氏や新納氏と敵対する、伊藤祐康の娘との婚姻を結んだことに、反対したのをきっかけに関係が、冷却化していった。 日後の相良し及び幕府は、コレヒサ側に就いたが、官豪貿易等への影響を恐れ、欧英十一年に、幕府の朝廷により両家は和睦した。同年六月二十九日、言及は大隅、日向死後となった。欧英十四年に、総集家のコレヒサが没すると、忠久は、島津忠友の平佐城を奪い、同じ時期に、伊集院来宮も総集家の支配下にあった棒の津。 白鎖を奪った。欧永16年9月10日には、薩摩の死後も務めるようになり、翌年に、元休は、自派の一門、家臣を引き連れて上落して、将軍、足利義持に破越している。なお、この際、日向にいた、久し豊と会談しては僕している。その後も、両国内の国人の悲観化を図って支配力を強め、明李氏朝鮮。 琉球と貿易を盛んに行った。また、福祥寺、鹿児島神社の社殿建流も行った。欧英十八年、出陣中に病没。天授五年、永英は五年に生まれた子の中、大森区には出家して、福祥寺の三代目十字になったため、弟の久し豊と伊野井順院広史9が、後継者争いを起こした。欧州家が勝利したことにより、本拠地は、 大隅から鹿児島に移り、鹿児島が島津市の城下町として栄えていくこととなる。ありがとうございます。